ありがとう。カナがちょっと大事な話。ん？私、ギルドに来たり。そりゃ初耳だな。そこだ。ギルダーツなんだ。え？いろいろあって、ずっと言えなかった。誰のかなんだ？サラ、ナオミ、クレア、フィーナ、マリー、エライザー、いや、髪の色が違う。エマ、ライラ、ジン、シドニー、ミシェル、ステファニー。おっさん、どんだけ女作ってんだよ。わかった、シルビアだな、そっくりだぜ。もう腹立つ。とにかくそういうことだから。待てって。私が言いたかったのはそれだけ。今まで通りで構わ。コーネリアの子だ、間違いねえ。話せよ。なんで今まで黙ってたんだ。言い出しづらかったんだ。コーネリアは俺が唯一愛した。仕事ばかりの俺に愛想尽かして出て行ったのが子供がいたなんて。いいよ、わざとバレないように。こんなに近くに。よせって、責任取れとか。そう、ただ会えてよかったよ、お父さん。カナ、もうこれからは仕事に行くのも避け。それはちょっとうざいかな。だから、お父さんか。いくらかは稼いだけど、7年か。私、7年もお父さんに会いに。私、お父さんに会いたい。あの、すみません。大変お伝えづらいのですが、ジュードさんは一月前に亡くなられました。大丈夫？2ヶ月前。いや、違うか。私、小さい頃から。その上、ファントムの件もあったしね。ルーシーがさらわれた時だ。でも、あかり、過労で体を壊しちゃうな。なんでだろう。それは違うぞ。うまく言えね。大家さん？私の部屋、私の誕生日。お父さん、私も。ルーシーは？よし。
ちょ、ほー、それは、はあ、あら、そうだな、いいね、そうね、よし、よし、よし、ありがとう。よろしくね。よし、リサーナ、そうね。
笑>